どうだろう。配信的には僕が上げた方がいいんでしょうか。アルシーブ戦やっていきましょう。パーティーはこの感じ。いきましょう。障害は。まず初回からですね。最初にですね、こちらの味方全体を小回復するスキルカードを設置してあります。そう、こういうことですね。よし。では行きましょう。腹ペコですね。一発で決まりました。これでいいですね。よし。耐えられます。今回の攻撃はですね、この腹ペコで削っていきましょう。ガードと回復も入ってますね。ってな感じです。全然食らわないですね。で、この職業別はですね、全部バラバラにしないとギミックがあるみたいで、一発でやられてしまうケースもあるみたいですね。とっておき使っちゃいましょう。飛ばしましょう。長期戦です。ですね。もう一発。腹ペコです。今回はこれの繰り返しですよ。よーし。普通に攻略していく分にはこういう感じでもいいんですよね。火力よりばかりになってしまってるんで、この感じでも面白いと思います。はい。よし。よっ、回復も早いですね。まあ、こうやって外してしまうケースもありますね。ここも焦らずいきましょう。で、前の配信で書いたんですけど、日程が変則なんでご注意くださいね。ということですね。もうほとんど無敵な状態ですね。しかも体力もめちゃくちゃ削れてますよ、相手の。よし、もう一回決めてみましょう。決まりますね。結構高確率で決まりますね。そろそろ回復を入れた方が良さそうですね。だから本当はこのリキャストと回復っていうのがあると一番いいんですよね。で、ハルミネーションのハルミちゃんだと回復量が足りなすぎるんで注意ですね。できればここは星5のキャラクターで回復を入れられた方がいいですね。切れた、効果が切れましたね。ですね。もうサブメンバー使う余地もないですね。ここからズバズバ決まってくれますね。さっき試してみたら3回連続で腹ペコが決まらなかったケースもあるんですよ。こういうケースもあるんで注意ですね。少し早めに割り込んできましたね。OK。
こういう感じで回復が足りてれば大丈夫なんですね。よっ、あ、スルーしましたね、このケースですね。じゃあ一発回復入れときましょう。もう半分くらいまで行っちゃってますね。シュイトね。ここで入れときましょう。ですね。こういう不意打ちもあるんですね。もうだんだんパターンが読めてきましたね。で回復入れておかないと危ない感じなんでしょうね。よし。よいしょ、ね、回復しました。うん。でやっぱ狙われちゃうのかな、これ回復入れときましょう。ですね。こういう不意打ちをちょいちょいやってくるということですね。さすが強敵ですね。そいと、うん、耐えられますね。まあいいかですね。やっぱり回復は入れといた方がいいということですね。だから後半注意ですね。20万割ったあたりから注意って感じですね。かない。こっから連発かな。ですね、連発ですね。よし、やっぱ真ん中にチアちゃんあたり入れといた方が良さそうですね。感覚的にはその感じです。これですね。全然かかんない時もあるんですよ。スルーしちゃって、まあ、基本叩いてはいるんでね、ダメージは通ります。もう一回回復入れときましょう。だから早めにこれ本当は攻撃したいんで、アルケミスト2種ぐらい入れたいんだけど、アルケミスト2種入れちゃうと、まあ、地雷なんですね。それもあるんですよ。うんうん、よっ、よーし、よし、入るかな。入った、ようやく入りましたね。スルーのケースが結構長かったりするんですね。ふい、おのずと次もでしょうね。
これは大丈夫か。大丈夫でしたね。ロウは卵かけドラゴンと同じような要領、しかも氷、相手の攻撃はめちゃくちゃ強いっていう感じのバージョンでしたね。この金、この感じのダメージ量ですね。で回復も入れておかないとまずいみたいなね。腹ペコの回復待ちですね。入れ。はあ、ミスる。ミスるんだよこれが。もうちょっとやってくれということか。まあ、ハッカちゃんみたいに全回復っていうのもないんでね、やりやすいですね。そうだ、アルケミストのフラスコ持たせてたんですね。よっ、大丈夫ですね。よし、さっきよりダメージ量が、このダメージ量ちょいちょいなんか変わりますね。ショーでかかっちゃった、こっちでかけりゃよかったね。うん、不意打ちもあるということですね。さあ、そろそろラストかな。気を抜かずにいきましょう。だいたい月やってくるんですよね、これね。よっ、1です。ラスト行きましょう。何で決めようかな。シャミコちゃんで行きましょうか。とどめ。てな感じです。焦らずゆっくりやりたい方はこういうやり方もありますよ。こちらの戦闘方法はパーティーをいじってもいけるので、ぜひ試してみてくださいね。